はい、今日は少し話題が飛んでしまうんですけれど、まあ、ホンダの青山の本社にたまたま来てまして、先日高橋国光さんお亡くなりになった、まあ、ニュースご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、私の、まあ、この時代のホンダの車、それから国さんであったり土屋圭司さんであったり、まあ、私がホンダを好きになったきっかけについてちょっとお話ができたらなって思います。私このホンダが好きになった理由っていうのは、この車の存在が非常に大きかったからになります。で、私自身もこの車、まあ、ホンダ車3台乗り継いで3台目に乗った車がこの NSX のタイプ S という NA2 というモデルの車になります。こちらは NA1 ベースなんで C30A で、これなんかアキラなんでマイナー前の車になるんですけれども、まあ、私が乗ってたのは 3.5L の6速ミッションのタイプなので、まあ、最終モデルの、まあ、中期モデルって言っていいかなと思うんですけど、固定になる前の車になります。で、この車をもちろん見つつ、でこの車だけが好きだったわけではなくて、もちろんこの車に乗っている方、このように私非常にベストモータリングとかホットバージョンとか非常に好きで読者だったんですけれども、土屋さんであったり高橋邦一さんであったり、それから飯田明さん、まあ、こういった方のこうレースの活動というものを、まあ、私も見させていただいて、でこちらの車はルマン24時間95年の時の GT2 クラスのチャンピオンを取った車ということで、私もかじりついて見ていました。まあ、今となってしまってはだいぶ車自体も生産者と大きく異なってしまっているということもあって、まあ、この当時はまだ生産者に近い車だったんですけれども、まあ、今私正直 GT なんかはどういった車で走ってるかぐらいは分かるんですけれども、もう車自体が全くカテゴリーとかそういったものが全然分からないといった状態ではあったりするんですけど、この時代っていうのはまだ非常に分かりやすい時代でしたし、ドライバー自体もものすごく憧れる。で、私もプロになりたいとは思ってなかったんですけど、やっぱ車に乗りたい、乗れる仕事がしたい、車に関わる仕事がしたいなって思ってて、まあ、そのきっかけを与えてくれたのが、まあ、この車でありホンダであったと、まあ、いうことになります。で、この車見ていただくと、こちらホンダ NSX ルマン24時間耐久レース使用車ということで95年になります。エンジン自体も C30A のエンジンをベースに出力アップがされていて390倍、なおかつ車重が1050と。で、この時代はもうまだ PGMFI なのでオート噴射になっている車になります。ここ見ていただくと分かるんですけど、まあ、エンジン自体も C30A ですと、まあ、クロヘッドで V6 90度ワンクのエンジンになっているまあ、基本的には横置きになってますし、市販と変わらないような面影を残すようなレイアウトになっています。でも市販と違うところはこういったインダクションボックス、この辺のエアクリーナーボックスであったりとか全然違いますけれども、あとこの辺のパーテーションガラスもなくなってカーボンのパーテーションに変わっていたりとか、あとはこのハッチ自体もアクリルのハッチになっていたりとか、まあ、この辺はもちろん違ったりするわけなんですけれど、基本的な骨格というものは同じで、大きなこの GT ウィング、まあ、NSX というとね、この GT ウィングをつけることによってだいぶ車の印象というのが、まあ、ガラッと変わってくるということがあるわけなんですけれども、まあ、この車を見て、まあ、ホンダが好きになりましたし、この NSX の車を、まあ、当時はね変えるとは思ってなかったんですけれども、まあ、なんとか変えるようになりまして、まあ、入社してちょうど新卒の会社に入社して3年目ぐらいにあったんですけれど、まあ、今となってもかなり値段が高騰しているということで、まあ、売らなきゃよかったなって、まあ、思ったりしているところではあります、はい。まあ、それはさておき、で当然このように足回り自体も変わっていて、履いているタイヤなんかも全く違いますし、でブレーキとかローターなんかも使っているものも当然違うし、センターロックになっているというところなんかも全く違います。でフェンダーなんかももちろんこのプレスラインも全然違います。でオーバーフェンダーになっているところっていうのも全く違います。
でサイドステップももちろん違うし、でこの辺のガラス自体もアクリルのガラスになってて軽量化がなされていると。で1050キロということなので市販に比べると200キロぐらい、市販の Q3R が1240とか30だったんで、まあ、それと比べると200キロぐらい軽くなっている車になっています。でもこれだけやっても200キロしか変わらないっていうのがすごいなって、まあ、車のもともとの車自体が軽いんだなっていうことをすごく感じます。でここを見ていただくとタイプ R のベースなのか普通のアキラのベースなのかっていうのが分かります。普通の NSX なのでこちらはアキラベースで、このようにインパネ、このインストルメンタルパネルも革張りなのでアキラベースになっています。でこちらは、このようにミッション自体が違います。これは H パターンのミッションになっています。でこのようにルマン24時間ということで GT2 クラスで、この車は土屋さん、国さん、それから飯田明さんが乗られた、まあ、今でも忘れることのない、今に返してもすごく感動できるレースなんじゃないかなって私個人的には思ったりするところになります。でフロントに関してはリアよりもディスクローター、ブレーキで AP レーシングのブレーキワイパーを使っていたりもしますし、しっかりとレーシングスティックも入っていると。でスピードラインのホイール、まあ、これは355なんかもこういった形のホイールが入ってますけれど、こんな形になります。で私355もすごく好き で NSX もちょうど355と同じ世代、まあ、328です。328を見てこの NSX が出てきて、で NSX を見て355が出てきたって言った。なので私はもういろんな車が出てきてますけど、今ハイパーカーまで出てきてますけれども、やっぱりこの時代の車が一番落ち着くし、多感な時期に好きになった車っていうのはもうずっと価値観というのは変わらないんだなということで、でまあ355の落ち着いて乗ったりってこともしてるんですけれども、まあフェラーリが好きというよりはむしろこのホンダとの関わりがあった車っていうことになります。なので好きで乗ってるっていうのが、まあ、僕自身すごくあって、まあ、正直フェラーリってあまり僕もあまりよく知らないというところもありますので、まあ、むしろこういったチャレンジングスピリットというか、この本田宗一郎 このレースが好きなメーカーであるというと、こういったところにすごく僕は本田の憧れというものを持って、ね、なおかつ自動車の仕事をしたいということで、まあ、最終的には自動車のメーカーまで行き着いたということがあるんですけれど、まあ、それはさておき、まあ、このように今の GT の車ですと、もう面影、市販車の面影がこう全くないというか、まあ、こういった形になっているので、まあ、正直どういったカテゴリーなのかということもちょっと分かりづらいところがあるんですけれども、まあ、私の世代はもう本当にこの世代が一番落ち着くなって思う世代だったと、まあ、いうことになります。はい、ということで、まあ、今回私たまたま青山に行きまして、まあ、国さんのレース人生、まあ、こんな形で、まあ、ホンダの本社ビルの下で国さんのレースの功績、まあ、このような形でホンダの、青山で展示しておりますので、ぜひ興味のある方は一度見に来ていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。